19世紀後半のウェールズの地方の女性の写真ウェールズの服飾では伝統的なウェールズの服装について記述する。伝統的なウェールズの服装はウェールズの地方の女性に着用されていた服である。それは18世紀終わりから19世紀初めまでの間にウェールズを旅行した多くの英国の訪問客によってイングランドの地方の女性が着ていたものとは異なると 確認された。彼女たちが着ていたものは、地方の女性が着ていたヨーロッパの服装の残存である可能性がある。これはベッドガウンも含まれるが、当初17、18世紀に全取り階級に着用されていて、ブリテンのどこよりも長くウェールズで残存した衣類のアイテムである。独特なウェールズの帽子は1830年代に最初に作られて、 1840年代からウェールズの象徴としても使われた。ウェールズの服は地方の服として始まり、そして富裕な農民の妻と娘が特別な出来事や、彼らの農作物を売るために市場に行く時に着る伝統的な服だと認められた。1880年代から伝統的な服が一般的に使われなくなったなり、国の要素として選ばれた。その時以来、それは、 王室訪問のようなイベントや、教会と、チャペルで、聖火隊によって、写真を撮るためや、エーステズバドで女性に着用された。それは、第一次世界大戦の直前に、聖デービッドの祝日として、女の子に着用されたことが最初であった。そして現在、ウェールズの民族衣装として認められている。 ガワー地方とカーディガン地方のウェールズの服のスケッチ発の観光客がウェールズに来て、ウェールズの女性が着る服を言葉と絵で記録したおよそ1770年より、以前は伝統的なウェールズの服についての証拠はごくわずかしかなかった。彼らはウェールズの地方の女性が場所によって異なった特徴的な服を着る点に注目した。イングランドとウェールズの境界の近くや、 忙しい港の近くに住んでいた女性は、面でできているイングランドの服をすでに着ていた。1830年代の間、何人かのジェントリ階級の特定の人々、特にアバーガベニーの近くのラノーバーのオーガスタホールは、服装を含めたいくらかのウェールズの伝統を記録し、保存しようとした。オーガスタホールが制作を移植したかもしれない、ウェールズの地域の服についての版画は、後半に分布しなかった。 それらの一部は1951年に記事で発表されたものもあった。1830年代から記事が発表されるのが初めてであった。ウェールズの服装に対する彼女の影響は、1963年のウェールズの農家の服装に関する記事の出版の後、大いに誇張され、彼女が伝統的なウェールズの服を発明するか、 保存する役割を果たしたという誤解を引き起こした。その時以来多くの著述家はオーガスタホールによって19世紀の間に地方の女性がウェールズ中でウェールズの服を着ることに大きな影響をもたらすと思い、そしてそれは民族衣装の創造という結果につながると思ったがほとんど証拠がない。ウェールズの史上で描かれた ウェールズのファッション民族衣装は19世紀の半ばに一般的に使用されなくなったが、それはまだ市場や特別な出来事のために一部の女性に着られていた。ウェールズの服は主要な国家イベントで復活し使われるようになり求められるようになった。1834年にオーガスタ・ホールはエッセイを書き、カーディフで主催されたモンマッシャーやグラモルガンシャー、芸術祭で エッセイが受賞したが、服についてはほとんど書かれていなかった。そして、民族衣装については何も書かれていなかった。1840年代では彼女は舞踏会を開いたが、そこでは彼女の友人は彼女が依頼したファッションプレートを踏まえた衣装を着た。しかしそれらはウールではなく、サテンでできていた。服の採択は、ウェールズの愛国心の成長と同時に起こり、 そしてその中で大規模な南グラモーガンの工業化は従来の農業生活様式に対する脅威とみなされた。ウェールズの要望で作られた民族衣装は従ってウェールズのアイデンティティの視覚的な発表とみなされていた。1881年の間のウェールズ港によるスウォンジーへの訪問でウェールズの服は聖歌隊のメンバーを含むかなりの若い女性に着用されていた。 1880年代から古い服や現代に改造された服は、コンサートやエーステズバドのパフォーマー、資金繰りイベントの露店の所持者に、そして王室訪問のために着用されていた。このように、ウェールズの服を着た数多くの女性はいつも少なかったが、それは、そのようなイベントの報告で大いに注目を集めた。それを着た人々の中にはそのイベントに出席する。 時間や服を買うお金を十分に持つ余裕があった、新興ミドルクラスの家庭の若い人たちもいた。これらのイベントで服を着るようにほんの少しだけしか、奨励はなかったが、そのうちの服を着た何人かは、たびたび誇らしげに人の口に登るようになった。1880年代後に着用されていた、ウェールズの服は、ある人々にとっては伝統を守ろうとしたこともあれば、 他の人々にとっては、ウェールズの服は、ウェールズのアイデンティティや国と関係していて、市場で売るものと、彼らの多くが、ウェールズの言葉を話すことにおいて、自分たちと、新しい住民との違いを示そうとした。ごく少数の人たちはそのいくつかが、伝統的な企業の宣伝広告になることもあった。ウェールズの服が、訪問客をただ喜ばせるために着用されたという、提案を支持する証拠は、 ほとんどないが、それは、本当の可能性もある。1880年代から、特別なイベントのためにコスチュームを取り入れる若い、女性は、新しいウェールズの精神とみなされ、こうした、衣服着用は成果を上げたと考えられた。特に、ウェールズの女性の合唱隊が、ウェールズの衣装を着てから、合唱隊が1893年に、シカゴ万博博覧会で賞を獲得し、 そして歌詞隊待は、ビクトリア王女のために歌いに行ったり、英国中でコンサートをした。現代の服は、聖デイビッドの祝日の祝賀で女の子に着用されていて、それは昔はよく母によって古い服から作られ、そして今は市販されている。デザイン、色、レースの使用は、特にダンサーが他の国と見分けがつくように実際的な快適な服を必要とする。 スランゴレンのインターナショナルエステイズバドや他のイベントで競争するために作られた。今もそのダンスチームが着ている服はウェールズの南西部で元来見つかったガウンの仕立てに基づいている。民族衣装を着て紅茶を飲む二人の女性、ジョン・カンブリアン・ローランドのカーナーボンの名称人の職業の服装をガウンやベッドガウンウェールズの服で最も際立った特徴はガウンである。それは ウェールズの言葉ではいろいろ綴られているが、最も一般的には現在ビット群として綴られている。二つの形に基づくいくつかの種類がある。きつくフィットした襟ぐりが衣類のトップと長く広いテールで仕立てた形着物の、ような緩い T 字の形スカートとペチコートこれらは、大胆な色でよく赤と暗い青、または白や黒を使っており、垂直か、時折横のストライプの重いフランネルである。 ケープやマントウェールズの帽子を覆うための長く大きなフードがあった。ウェールズでは赤いものより青いウールの街灯がはるかに一般的であった。ショールウェールズで使われるショールの種類性方形ショール、折り返し、街灯、授乳用ショール、ペーズリ用入りのショール、これらがウェールズの服の主要部分であったと考えられるが、ほとんどは高価で、おそらく非常に特別な出来事のために、 着用されるだけだった。ハンカチーフハンカチーフは当時フィッシューと呼ばれ、ガウンのトップの中へ押し込んで着用したり、ヘッドスカーフのように頭の上に着用するために使われた四角い布である。エプロンエプロンはチェック折りでよく自然の色であった。ストッキング多くの女性がストッキングを編むのにたくさんの時間を費やしたが、ほとんどは輸出のために売られた。 約1850人の多くの地方の女性が、ストッキング市場や市場から歩くのに、裸足、または足の部分がないストッキングを履いた。キャップもブキャップとしても知られて、キャップは麻や綿で作られ、頭を覆っている。飾りひだの畳まれた布が顔のあたりにある。肩下ぐらいで正面にかかる長いラペットがついていたものもある。 ウェールズの帽子ウェールズの帽子の見た目の特徴は、幅が広く硬い、平らな縁と高い山である。二つの山の形としては主に以下の二つがある。ドラム型の山は、北西のウェールズで着用されていて、わずかに先が細くなっている山は、ウェールズの他の地方で見られた。帽子は、当初おそらく、フェルドでできていたが、 今最も残存している例は、バックラムの土台で固く固めた絹のフラッシュ点である。三つ目の種類の帽子は、ザルガエ帽として知られていて、スウォンジー地域で着用されていた。ウェールズの男性や男の子が着ていた服はイングランドで、男性が着ていた服と非常に類似していたので、ほとんどイラストが描かれなかったか、記述されなかった。直記、しばしば青か白混じりの羊毛のジャケット。 ネッカチーフ、ズボン、ウールのストッキングと黒いフェルトの帽子を身につけていた。多くのジェントリの人々は、パリやロンドンからのエージェントや、ほとんどの新聞で出版された流行の服についての記事を読んだ仕立て屋から買った最新の流行の服を着た。広い範囲で伝統的なウェールズの服であると認識されている一つである1908年のシドニーシーボスパーの水彩画のセーラム。 4000語以上のワールズの服についての記録は18世紀から19世紀の間に多くは中流階級の中年の男性によって英語で書かれていた。しかしいくらかの例外があり、その記録は女性によって書かれており、長く詳細でおそらく信頼できるものである。ウェールズ語やウェールズの人々による英語での記録はほとんどなかった。 伝統的な服を着た女性たちによる服について、彼女たちが思ったことの記録はほとんど見つからなかった。ウェールズの服について書かれたことの多くは、観察者の先入観によって影響をされた。18世紀の終わりのウェールズへの訪問客の多くは、絵のように美しいもの、そしてエデンの園、またはアルカディアのようなものを探しに来ていて、そしてこれは彼らが記録したものを誇張したのかもしれない。 あった女性の多くが健康で、幸せで、可愛くて、イングランドのメイドのそれとは違った服を着たと分かって、彼らはしばしば喜んでいた。1770年から1900年付けのウェールズの服が明らかに表された画像は、およそ700枚あり、20世紀前半にも同じくらいの枚数の写真がある。そして、初期の写真に基づいていたものもあれば、他は滑稽なものもあった。 これらのウェールズの服の画像の多くはウェールズの土産物として市場に出されて、それらはウェールズの服についての特徴的な何かがあるという概念を維持するに役立った。大部分の写真は写真家によってお膳立てされ、そして女性は彼女たち自身の昔の服をたびたび着用したか写真家から服を借りた。博物館や個人的なコレクションの中に ウェールズの服が少し残っている。ほとんどはカーディフの近くのセント・ファーガンス国家歴史博物館とアベリスト・オイスのケレディジョン博物館に保管されている。いつ作られたなのか年代を定めることが難しく、そしてその布の原料は今もよく知られていない。およそ80体の19世紀のウェールズの服を着ている人形が知られている。人形の多くは 残存しているものの中では、その種のものとしては最も古い可能性があるウェールズの服の生地で作っている。1832年のビクトリア王女の訪問以来の貴族のほとんどの女性たちは、ウェールズを訪問した時、ウェールズの服を着ている人形を与えられた。これは、その時代からウェールズの服が特別なものと考えられて、服の版画に加えて市場に出されていたことを示す。 ありがとうございます。